あのね私は「なんでしたの?」とか「やると思わなかった」って言われたんですけど私も正直やるつもり一切なかったんですけど一生やるつもりなかったんですよなんか「じゃあ何でしたの?」って思うと思うんですけどそう「夢見る」だったからですねだか夢夢見る」でお仕事をするのが目標だったんですよ。 さあ3人でお仕事をするとかねで今回「ミ,ミールでグラビアを撮りたいです」っていう風にいに頂いて、まあ、正直グラビアなんでめっちゃ悩んだんですけど私自分のスタイルがそんなに好きじゃないから人に見せれるようなスタイルじゃないと思って生きてきてるので <laughs> あんまり自信ないしなとか思ったんですけどでもせっかく3人でお仕事いただけるチャンスだったので、まあ、自分でやりたいってやらせていただいたいでやっぱり。 すごい楽しかったしこうやってあ,ありがたい機会をくださった48タイムズさんには本当に感謝ですでも多分もうやらないと思うので <laughs> 見納めなのでィエ48タイムズさんもう一回見てみてください多分もう自分の気がまあでもあれですね人間なんでもしかしたら気が変わることはいつかありかもしれませんけどあるかもしれないんで100%やりませんとは言いませんけどまあ近々はもうしないと思うので <laughs> うん あの本当に特別なことがない限りはなかなかもう寄る予定はないので意欲的には活動していないのでそっち方面ではもう多分見納めるかもしれませんだから私ね NC にしてたんですよなんか一回アンケートが来てグラビアに対してどうやりたいか仕事が来たらやりたいかやりたくないかっていう3択の選択肢をみんなにメンバーみんなが答えるっていう時があって私やりたくないに入れてたんですよ <laughs> そやりたたくないに入れてたから そう今回もだからあの宇多田さんがちょっとやりたくないにしてる,んですしてるから「どうしますか?」「もし本当にやりたくないなら断っても大丈夫です」って言われてて吉田とかさ最近グラビア前やってたじゃないですかそうやってたじゃないですか吉田とかは NG にしてなかったのそうでも私はえあの NG にしてたんで なななぜ断るそのえ,えぐらいいいいででくくださいよ言いたくないですよ言たす自分でなんかこうやって言ったらさ「お前ごときが何で仕事断るんだよ」とか言われそうでもさ自分の体にさ自信なくなったのはさなんかさみんながぺったんこぺったんこって言うからだよ <laughs> だからねっていうのもあるかなあんまり気にしたことなかったんだけどさだってさみんながさハツはぺったんこだとか言うからさこんなぺったんこって言われるの出したとでと思っちゃってさ NG 出しました <laughs> 思い出ない人もいるかもしれませんけどね人間気になること言われたら一生忘れませんからね <laughs> だから発言には気をつけてくださいねまあ家にいたくなりますよねベタんこと。